色彩設計は作品内のキャラクターや小物など背景以外の動く絵の色を決めているセクションですね。今回見ていただいたラストのシーンがミオが駆動機に初めて来たシーンになるんですけれど、ミオちゃんの未来が少し明るく見えるような狙いで色を作成しました。1話のサイモリ系のシーンでは全体的にちょっと色を落とし目にしつつサイドを抜いたりして、サイモリ家と駆動家での、キャラクターの感情の変化だったり色で表せればと思って作成しました。本当に多分最初の打ち合わせの時に監督からリアルな感じはするんだけど写真のようなリアルさではなく、そこのバランスを多分うまく取っていきたいっていうのお話が確かあって、個人的にもその目で見て絵って分かるんだけれど、そのリアルなそのキャラクターがそこにいる感じが視聴者の人にこう感じてもらったらいいなっていうのはあったので、写実的っていうのと絵画的っていうのをどうバランス取っていくのかっていう方針だったと思います。そうですね、あれはまず最初桜の木っていう設定ではなかったんですけど、結構花びらが舞ってるカットになったので、清香の後ろにあるものが桜の方がいいっていう話になって、で、ボードよりも少し明るめに印象的なカットにしたいっていう話があったので、キャラが逆光でになるようにっていう方針だったと思います。はい、全体の、光と影のこう、構成、それから演出ですね。でそれをさらにじゃあ他のセクションと、どう絡めていくのかといったところについては、それなりにやっぱりどうしても経験値がいるので、俯瞰してみるようなやっぱポジションというのが必要であると考えたわけです。やっぱり最初にルックを作るときに、やっぱりちょっとレトロな感じを出したいというオーダーがあったんですね。レトロな感じなので、ちょっとこうセピア的なニュアンスがちょっと入ってくるような、撮影処理をこうしたいという、そういう要望だったんですけども、これ昼間の風景の中でやるのと、それから室内でやるのとで結構条件が変わってきます。意外と室内 その例えば電球色のような光源でちょっとレトロ調にやったとしてもそんなに問題はないんですけども、昼間の場合に例えばブルーからちょっとブルーバイオレット系の影というものをこだわっている時に、そこにセピアのブラウンが入るとすごく濁った汚い色になってしまうんですね。なので、室内はいいけれども、じゃあ外の場合はちょっとやっぱ抑えた方がいいとかですね、逆にやらない方がまだ、この作品の、カラーを活かせるんじゃないかとか、そういった提案をさせていただきました。もともと原作からして女性的な柔らかいイメージですので、やっぱりこうちょっと印象派のようなやっぱり柔らかい色彩というものはどうしてもやっぱり最初にこうイメージがあったので、それをどこまでちょっとレトロ感を加えてバランス取れるかというのがポイントでしたね。作画と美術、その他にもその 3D であったりとかいろんなその素材と呼ばれるものがあるんですけど、それを一つにまとめて一番最初に完成のフィルムを見る部署になります。まず私の幸せな結婚ってそのキャラクターのその黒いラインの線に対して線が細くなるようなかすれたような処理を全編的に入れてます。これっていうのが世界観だったりとかっていう部分により
合うんじゃないかっていうコンセプトで入れる話っていうのがまず監督の方からも出てまして、それを実践しています。今回のその303に関しても、まあ、目のアップからカットが始まるんですけど、 2D ではあるんですけど、そのリアル寄りのその瞳の見え方、対面にいるその清香が映り込んでいるっていうのを見せなきゃいけないので、映り込みのその濃さだったりとか、どっちが目立ってよりよく見えるかっていう部分っていうのはその絵を見ながら調整をしていかなきゃいけない部分ではありました。そうですね、作品の中でそのやっぱ桜が結構非常に大きい意味があるので、寄ってる時もそうですし、その引いてる時でもよく見ると桜が細かく散ってたりとか、その自然表現とかっていうのもなんか見ていただけると嬉しいなと思ってます。